全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、3番ホットステルス、この馬が行きました。14番モコモコグレイン先頭に入れ替わります。その後は7番ミラクルブイイナス、続きまして17番ダコアラマイメイ、各馬第1コーナーをカーブしていきます。内押さえて5番サナツバキ、これを見るように外側13番スプリングレイク、内側1番オマガイ、1番人気2番アメリカンシスター、この位置8番ドバイウィングス、真ん中あたりにつけています。続きまして10番マイナビオーブン、これからバックストレッチに向かいます。続きまして11番バルーン無限、少し差が開いて18番ピカチュウ、それから12番エグゼリモルバー、外から16番セイキンクリリン、 1000m の通過タイムは1分1秒2、内から4番スタンレーホーン、これを見るように外側9番スカイライン、そのうち6番エリートナガ、15番メイクボイス後方、先頭から最後方まで10馬身以上、先頭代わってモコモコグレイン、後ろに7番ミラクルブイーナス、3番ホットステルス後位をキープ、少し差が開いて17番ダコアラマイメイ、18頭大ケヤキの向こうを通過、内から5番サナツバキ、続きまして13番スクリングレイク、それから1番オバガイ、続きまして8番ドバイウィングス、長い府中の直線 500m に入ります。さあ直線勝負、後続各馬の動きはどうか。400を切って先頭モコモコグレイン、そしてホットステルスモコモコグレイン粘っている。先頭はモコモコグレイン、アメリカンシスター、苦しい展開になった。逃げる逃げるモコモコグレイン、ホットステルス追っている。逃げる逃げるモコモコグレイン、モコモコグレイン、モコモコグレイン、逃げ切ってゴール。勝ったのはモコモコグレイン、鞍上は戸崎啓太騎手。モコモコグレイン、ブリーダーズカップの栄冠に輝きました。ピカチュウ、ホットステルス、熾烈な2着争い。